表されてましたね。なんでちょっと早くから待ってくださったかな。ナミちゃんが新曲歌すぐ早くね、世代交代やもん。つかね、あれになるから泣きさ最高が。ちょっと時間がないから。今日もね、作ります。そう、なぎさ最高も、もうすぐ終わっちゃう。悲しい。まあでもね、新しい曲も楽しみやから、うん、坂田さんとさ、ケイトさんがセンターやったからさ、めちゃくちゃ可愛い系の曲やと思ってた。センターだけ言われた時なんかクロワッサンサンドみたいな、あ、開けといた方がいい。めっちゃかっこいい系やった。なんか今までにさあんまない系統やったよね。これどの順番に入れるのが正解。でも絶対これは最初じゃない。これは何？どっち？まだにキャベツとレタスわからない。レタス、キャベツ、レタス、レタスか？を入れます。で、幅が、よいしょ。そう、あのさ、曲のさ、服が結構好き。これ、前も言った。めっちゃ上がってるかと思ったらクールな人ね、びっくりした。そのさ、選抜発表された生配信
あるじゃないですか。それでセンターが分かって、わ絶対可愛い曲やん思ったらバリバリかっこよくてびっくりしたよねっていう。ちょっと全部入らんかったけど、中途半端に余っちゃった。どうしよう、入れるかよいしょ。せっかくまでコール入れるみたいなポスト流れ来て、オタクも準備しやなって思って全然バリバリかっこいいやったから、なんか伊藤がエネビス、あーまあ確かに、これはどうするのかしら、折った方がいいのか、このハム薄いからさ、2枚ぐらい一緒に入れた方が良さそう。なんか見た目はいい、ハム、卵、吸いつぶした卵ですね、これ、これ卵の、ことマジ、え順番大丈夫やんかな、なんか崩れちゃいそう。入れるか、なんかさ入らへん なんかもうちょっと入れたいな、欲張りできたかも、いい感じかも。完成。よし、ママ、はい、できた。ママの分も、うん、いた、ありがとう、うん、置いといて、うん、どっちにしよう、まあいいや、食べよう、あー、もうじゃん、出来上がりました。何？ハムレタス卵サンド完成。いただきます。食べ、どうやって食べよう、うん、うん、うん、めっちゃキャキャキャある パンも美味しい、これめっちゃ、Hそうか、HLT サンドか、そう、ハム、レタス、
卵。うん、見栄えがなんか売り物。ね、笹中カフェの新作、まあ、メニューか、メニュー案が増えましたね。なんか何もつけなくても味出てるから大丈夫かなって思って。ハムもさあるしさ、卵も味あるからさ、あと聞こえる？いつかさ壊れそうで怖い、崩れそうで怖い。前の人に潰されながらテストの気持ち。案外結構食べれるかも。いや食べやすい。うんね、ハンバーガーはでかい。高いやつ選んだらもうこんぐらい。うん、でも美味しいよね。うん、まあ10連休の方いいな。学校やからさ、普通に3連休3連学校4連休ねんな。うん、アボカドね、美味しそう。うん、マミちゃんと同じ流れでしょ、ね、そう、お仕事とかやったらさ有給とかあるけど、学校はもう強制やからね。もう
休んでも休んだら休んだ方がさ、なんかがもう進んでいくタイプからさ、学校休んだ方が大変なんよな。うん、4連休なんかあったらさ、授業内容忘れそう。なんか甘くないなら閉めてていいや。すべて あれやるかな。誕生読みます。どこやった、あ、ここか。何ちょっと迷っちゃう。いきます。13位イコアミルさん、ありがとうございます。12位おでん屋さん、ありがとうございます。11位大名ふひとさん、ありがとうございます。10位きびだんごさん、ありがとうございます。9位よしさん、ありがとうございます。8位土の子さん、ありがとうございます。7位なるさん、ありがとうございます。6位こうへいさん、ありがとうございます。5位たかまささん、ありがとうございます。4位せいきさん、ありがとうございます。3位羽根馬さん、ありがとうございます。2位トミさん、ありがとうございます。そして1位はデコマチビトさんでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。え、今日も雨と風なの。あら、まあ気をつけないとね。はい、ありがとうございました。明日も同じく7時からなのでよろしくお願いします。はい、そして今日は遅れてすいませんでした。ということでありがとうございました。明日もよろしくお願いします。はい、学校行ってきます。バイバイ。